MC の前田です。いつもご視聴ありがとうございます。今回はヨコモ BT シリーズあれこれといった感じでですね、たっぷりとお話をさせていただきたいと思います。まずですね、先日開催されましたスーパー GT 選手権の全国大会。あのレースには私この BD12 で参加させていただいたんですけれども、ご覧いただけましたでしょうか。決勝レースね、スタート切れずに終わっちゃうという、もうなんとも悔しい、結果となってしまいました。本当狙ってできるもんじゃないですよね、あれね。ウォームアップまでちゃんと走ってたのに、スタートで動かなくなる。しかもモーターは回ってたという。もうね、いや、本当にまあ、ある意味持ってる男だなと思いましたけれども。で、まあ、あの動画の中でね、またあの細かい話は改めてというようなことをさせていただいておりましたので、まあ、要は何があったんやと、何をやらかしたんやという部分の説明、まあ、あの、お気づきの方はもうすぐに気づかれたかと思いますけれども、要はピニオンギアが外れたということなんです。現象としては。ただ、私あの、特に、まあ、普段はね、ズボラかましてますけど、あの日に限って言えば、もうヒートごとに増し締めちゃんとやって、緩みのないこと。ビスの緩みは、気の緩み。そう。そう。そんなことは絶対ないということで、もうあの、きっちりと締めていったのが、逆に災いしたかもしれないということだったんですけれども、まあ、やおあの、シェイクダウンからずっとね、何千本と走らせてきたわけなんですけれども、その際には一切出なかったトラブルなんですよ。で、わざわざ、キュッと締めたことがダメだったのかも。まあ、ダメっていうことじゃないんですよ。で、今これ、ちゃんとした状態でピニオンついています。これね、ここにピニオンついてるでしょ。で、これは正しくついてるんです。で、何を間違ってたかっていうと、わかりますね。向きなんですよ。これね、ピニオンをどう止めるかということなんですけど、これ今実際外そうとするときにこうレンチ入れるんですが、こうなんていうのかな、こうね、こうベルトと当たるんですよね。で、こう奥までレンチ入れるのがちょっと難しい感じがしたので、要はこっち側からこう止めてたんですよ。反対側から。で、それでもこう一応ね、スパーと当たるところに位置を合わせて締めていくと締まるんですよ。で、締まってこの状態で走ってたんですね。で、締めてた時にも感づいてた部分はあったんですよ。というのは、きつく締めると最後にピニオンが外にね、キュッて出ていこうとするんですよ。それなんでか気づかなかった。で、あとあと考えたら、もうシャフトの先ギリギリのところにイモネジがかかってるんで、こう、ずれようとしてたんですね。で、もう言うたら外れようと。外れようとしてたところ、斜めにイモネジがかかって、ギリギリ止まってた。で、それが本番の時には、より力を入れてやったので、なお一層このイモネジが外に引っかかってた、かなと思うんですよね。で、スタートの時、ウォームアップまでは普通に動いてたんですけど、最後にガッと握るじゃないですか、スタートの時に。ガッと握った時に力がかかって、くるんと滑ったんだろうな、ということなんですね。だから、終わってからもう一回説明書見たんですよ。そしたらやっぱり、この絵も、ピニオンは逆。この、イモネジ側は、モーター側の方に来るように取り付けるように説明書もなってます。ね。やっぱり基本は説明書通りっていうのは、このピニオンの向き一つとってもやっぱり大事だということです。止まってたからそれでいいということではなくって、やっぱり向きはね、正しくやる必要がある。ということが今回、改めて、まあ、勉強になった部分で、それがよりによってあの決勝のスタートのタイミングで起こるかということ、まあこれもレースかということなんですよね。はい。ということで、
無事、復活を果たしましたこの BD12 なんですけれども、ひとまずですね、スーパー GT 仕様としての BD12 はあのレースで最後ということで実はやらせていただいておりました。そもそもは夏の大阪大会予選で、予選落ちをした時点でもうこれはひとまずもうスーパー GT としては引退と決めてたんですよ。ただいろいろありまして、マニアリ枠での復活というかマニアリ枠に入れていただけたということがあったので、引き続き、このスーパー GT 仕様の BD12 を走らせていたんですが、それも本戦が終わりましたのでここまでということになります。でもう早速ですね、この後作業に入ろうかと思っているんですが、コンバートします。このメカは下ろします。で、何を乗せるかということなんですが、このアンプと、このモーターを取り付けていきます。はい。これね、17.5 ターンのファントムモーター。で、それをバリバリぶん回す横物の、RPX3 というアンプ、ESC ですね、スピードコントローラー。この組み合わせをするということは、つまり、かっ飛びます。はい。いろんな言い方あると思いますけれども、スピードキングツアーでいうところの TC1 クラス。はい。JMRCA 的に言いますと、オープンクラスということですかね。要は、ハヤ2というやつです。これまでもね、17.5 ターンっていうのはやってたんですけれども、この BD シリーズではまだやってなかったんです。はい。で、今回ですね、 BD12 にこの 17.5 ターンのファントムモーターを乗せて、で横も製のアンプ ESC を乗せて、でバッテリーも横も製のバッテリーということで、オール横もメカ体制で、来年全日本に挑戦したいと思っております。でねー言っちゃった、スーパー GT での全国大会、予選から通じてこのやっぱりね、てっぺん取るために頑張るっていうのはいいね。楽しい。めっちゃ悔しいし、めっちゃしんどい部分はあるんですよ。もうね、お金の面もそうですし、時間の分もそうですし、メンタルの分もそうです。やっぱりね、練習にも行かなきゃとかね、いろいろあるじゃないですか。でそれで思うような成績ってなかなか得られないのがやっぱ競技ラジコンの世界なので、もう本当にね、嬉しいっていうよりももう本当に悔しいの方がもう圧倒的に多いんですけど、それでもやっぱり全国大会で味わった楽しさっていうのは本当にすごいかけがえのないものだったので、今度は JMRCA の全日本選手権に挑戦してみようかなと来年のね、思っております。遡ればね、大昔にバギーブームだった頃、全日本選手権に挑戦っていうのは何年かやってたんですよ。そう、当時はショップ単位でローカルレース、まず、一次予選っていうのがあったんですよね。で各ショップの上位何人かが一次予選を突破。でその後各地区ごとの第二次予選というのがあった。私関西人ですから、関西で言うと生駒に、今もあるのかな、場所変わってますけどね、 KBCU というビッグなエンジンカーがバンバン走る、そういうサーキットがあったんですよね。今も場所変えてあるんですよ。で当時のその KBCU に、毎年行って、挑戦しては砕け散る。で一次予選敗退っていうのがそもそもいっぱいあったんで、二次予選にね進んだのがね2回あったかなぐらいなんですよ。でもちろんそこでもうほんと下の方で終わっちゃって、それっきり全日本の本戦とんでもないとんでもない。だから全日本に出たっていう人はほんともう神様のような存在だったじゃないですか。でしかもそっから A ファイナルに残る人っていうのは本当にすごいすごいすごい、このピラミッドの頂点の方の10人、トップ10だったらね、トップ10、ファイナルが何人かちょっと覚えてないですけど、トップ10ならトップ10。でそっから表彰台の3人で、てっぺん、1位、日本一、ね、いろんな人が過去、やっぱ日本一になってきてるわけじゃないですか。ね、
もうあの数え上げたらきりがないんで今もね、あのいろんな形でお世話になってる方、全日本チャンピオンのいっぱいいらっしゃるんで、あのいろんな顔が浮かんでるんですけども、もちろん広坂さんとかね、原さんとかもちろんそうなんですけども、もうね、いろんな方ね、鈴木さん、広さんにしてもそうですし、足立千之助さんにしてもそうですし、もう本当に数え上げたらきりがない、そんな方々がまあ、君臨した全日本チャンピオン。もちろんね、あの、そこに行ける行けないっていう話はもう論外なんですけれども、まあ、この年、もう、今53ですよ、にもなって、やっぱりね、なんかこう、挑戦する楽しさっていうかな、ちょっと味わえてる最近特にね、いろんなことでこう、やっぱ挑戦できてるので、まあ、こんなものも来ちゃったりなんかしてますし、なので、来年は、そこ、挑戦してみようかなと思っております。まあ、あの、結果どうなるか分かりませんよ。いろんな事情で、あの、結局、あの、エントリーできませんでしたとか、やっぱやめますとか、あるかも分かんないですけども、とりあえずそっちめかけて、これからですね、いろいろやらないといけないことってあるじゃないですか。もちろん、あの、車の準備はもう整ってるんで、いつでも走らせることはできるんですけど、まあ、いろんなね、こと。今後、そういったものを、あの、目指せ、全日本チャンピオン。その言い方は目指せ全日本出走ぐらいにしとこうかなぐらいでちょっとあのシリーズ展開していきたいというのがこの BD12、 もうだいぶ喋っております。でまず私のまあまあ今のこのメインカーですよ。で来年の今頃っていうと、もうおそらく新型出てると思うんですよね。まあ大体横本さんこう1年ごとに新型出していかはるんで、あっという間に11が旧型になって12が出たじゃないですか。でもう来年の春にはもう多分ね、12なんとかかんとかとか、ひょっとしたらあのもっと別の番号とかなんとかっていう名称変わって新型が出てくる可能性って高いので、まあ、その時にねまた代替わりはしていくと思いますけども、現状この BD12 で、17.5 ターンフルブーストで、ぶっ飛んでかっ飛んでいく走りをやっていきたいと思います。もう真っ先にドラマーですわまた行きますよ、はい、待っていてください、一茂さん。で今11という話が出ましたよね。でこちらが BD11 です。はい、ね、11って書いてあります。もうボディの方も結構傷んでおります。でこれもまだ現役です。横本さんの方でもまだ販売は続けてらっしゃいます。なので、カタログ落ちをしているわけでもありません。もちろんね、12に比べると旧型車という扱いにはなるんですけれども、あの、まだまだ1000級の走りは十分できるということもあります。で、私はですね、今これ TC2 クラス仕様、モーターとアンプが G-Force のコンボセットになっております。今までね、こっちスーパー GT 仕様は、これはあのホビーウィングのモーターとそれからアンプのコンボセット、これがあのレース仕様指定になってますんでね、同じような感じなんですよ。考え方としてはどっちもそこそこのスピード感で、接近戦バトルが楽しめるというコンセプトで、やってらっしゃる。ただそれぞれのルールが違うので用意するものも違ってくるということだけなんですよね。まあ、まあ、レース自体のなんていうのかな、構成というか成り立ちは全然違いますんで、こっちはね、ショップ単位での、予選会があって、まあ地方予選も並行してやるんですけども、日本一を目指すという、形、まあ、平たく言うとまあ、タミグラ方式っていうのかな予選がタミチャレ方式かもわかんないですけどね。まあ一方でこちらはスピードキングツアー、TC0、TC1、TC2 というそれぞれのカテゴリーで各サーキットを転戦する、年6戦あって、そのうちの有効4ラウンドポイントで年間シリーズチャンピオンを競うというレースとなっておりますので、エントリー自体はもうどなたでも何度でも6つまで、もちろん6会場でのレースですね、どれでも出られるということで、全戦出られている方もいらっしゃいますし、スポット参戦でその自分の地元の開催レースだけ出られるという方も大勢いらっしゃいますので、それぞれの楽しみ方なんですよね。まあ、私も運営の方に関わってますんで、スピードキングツアーに関しては、まあ、より多くの方にエントリーしてほしいですし、例えば TC2 でもこのコンボセットをお買い上げいただいて、しかもバッテリーも指定になってますんで、結構、まあ、初期投資としては、まあ、
むちゃくちゃ高いわけじゃないんですけれども、決して安くはない。やっぱ満単位の出費にはなっちゃうんで、痛いですよね。で、それを年に1回開催されるだけの地元ショップレースのスピードキングツアーだけで終わらせてしまうっていうのは大変もったいない。コスパが良くない。ということもありますので、ここは考え方をちょっと変えて、せっかくですんで、遠征。あのね、ちょっともう今日喋る長くなるよ。私ね、スピードキングツアーの、MC させていただいてるじゃないですか。で、それで年間6000、TM に関しては私地元になるんですけど、それでも車で2時間半かかりますんでね、片道。遠いんですよ。最寄りでそれですからね。実は本宮も車で行くの時間的には変わんないんですよ。実は2時間半で本宮まで行けるんですよ。ただ、向こうは高速道路使うんですね、本宮はね。で、TM は下道で行けるんで、かかる費用はちょっと違うって、細かい話ですけど。そんなこともあって、年間、6000いろんなとこ行かせていただいて、特に関東などもそうなんですけど、楽しい。宴会とか、もちろん宴会めちゃめちゃ楽しいですし、それ以外にも、やっぱりそこでしかお会いできない方々ってやっぱり多いんですよね。で、動画を通じて、私のことを知っていただいている方とか、もちろんそのスピキンのスタッフ MC として、知っていただいている方とか、いろんな方とお話ができたり、お声かけいただいたり、こっちがね、お声かけさせていただいたり、いろいろあるんですけども、そういうこう出会いとかも本当に、刺激的で、同じ趣味を持つ仲間じゃないですか。だから、簡単に、会話が合うんですよね。そこに関してはですよ。ラジコン以外のことはいろいろ、違いはありますんで、突っ込んでいくと、なんかちゃうなとか、それはあるかもしれないですけども、ことラジコンに関しては、同じ共通の趣味を持ってる仲間同士なんで、すごい話合うじゃないですか。だから、楽しくてね、遠征が。だから、もちろんね、お金かかります。正直。スタッフで行くなら話は別ですけども、参加者、私だから今回本宮へね、スーパー GT の選手として行ったわけですから、一切合切費用は自腹で行ってるわけですよ。だから、交通費であったり、宿泊費であったり、食費であったり、なんだかんだ使ったものに関しては、もう一切自分で出してるわけで、やっぱ結構使ったんですよ。で、それが、やっぱネックで遠征とか競技ラジコンとか、やっぱちょっとこう躊躇されてる方っていうのも仕方ない。そこはもうね、趣味ですから、限られた範囲の中で楽しむっていうのはもちろんなんですけど、なんとかね、なんとか年に1回だけでもどっかのちょっと遠征レースに参加してみるとか、例えばもう間もなく開催されますけれども、筑波ラジコンパーク、もうね、日本最大級、もう世界最高峰のコース、サーキットじゃないですか。聖地中の聖地、そこへ行ってみる。あそこは大きいメリットで、やっぱり雨天中止がないんですよね。だから予定が立てやすい、これはもう大きいメリットです。暑い寒いも大丈夫というところもありますよね。だから、つくばラジコンパークへ行こうということで、そこに奮発していただいて、レースに出るっていう。で、特にあそこに関しては、スピードキングツアーでいうと最終戦に当たりますので、チャンピオン決定戦で、レギュラーで参加されてる方は、非常に熱いです。そこでチャンピオン決定するわけですから、うわ、熱いです。そういう空気を楽しむっていう、ガチの戦いです。面白いです。本当ね、震えます、ね。マイク持つ手も震えます。ぐらいの盛り上がりですんでね。そういったところに参加してほしいというのもありますんで。で、この TC2 で、私もこれはTM サーキットでの TC2 クラスのレースに出ております。はい。他のサーキットでもね、普通に走らすのはできますし、TC2 クラスを開催されているサーキット他にも、ないことはないので、そういうところで参加するっていうのも手かなと思っておりますんで、ひとまずこれはサンプルマシン的扱い、TC2 のマシンってこんなんだよっていうことで、BD11 遊ばせておくのもったいないので、そういった意味も含めて今後も使っていこうかと。めっちゃ喋ってます。まだ2台しか行ってません。2回に分けようかな。
3代目登場はこちらです。 BDFWT です。はい、こちらもステッカー、これ手作りステッカーだね、なんですよ、ね、売ってないですよこれ。あの BD12 もそうですよ。 BD11 のステッカーは売ってます。 BD11 は売ってますけど、この BD12 のステッカーも BDFWD のステッカーも売ってませんので、作りました、ね、ですので、まあ、あの欲しいなという方は直接お声掛けいただいた時に、もし持っていればお裾分けできる部分もあるかと思いますので、はい、あのそんな難しいことじゃないですけどね、パソコンでプリントアウトしてるだけのことなんですけれども、はい、でこちら BDFWD ということになってきます。でこれはもうあの最近発売されたヨコモの FWD クラス用のマシン、だからあのボディも FWD 専用のボディになっておりますので、はい、これはあの、まあ、別に4駆につけることもできるんですけれども、まあ、FF クラス用のボディ、ハッチバック式になってますんでね、はい、こういうふうにボディも専用品をあしらっております。でマシンはこれあの BD11 とかなり多くの部分を共通化してます。だからあの何ていうのか、後ろにデフつけてベルト通せば11になっちゃうぐらいのならないですよ、ならないですよ。あのモーターマウントとかあの違うところがありますので、単純にあの一緒じゃないんですけれども、ただ足回りとか、なんならシャーシもかな、結構あの共通している分、違うか、シャーシも違うか、あのいろんな部分で共通しているパーツがあるので、例えばこれとこれで、4駆と2駆、例えばスーパー GT 選手権に挑戦する、これもあのスーパー GT 用になってます、モーター含めてメカ類ね。だから今回もあの間に合えばスーパー GT 選手権の予選会にこれダブルエントリーで出したかったんですけど、もういかんせんあの4駆の方にね集中するのにもう精一杯だったっていうのがあって、さすがにダブルエントリーする余裕はなかったんですけれども、あの来年はスーパー GT 選手権ダブルエントリー行きます。予選会からもう両方で2台で行こうかと思っております。燃えますね、今年ね。あとになって分かったんですけども、ダブル優勝だったんですね。すごいですよね、両クラス制覇。まあまあね、やっぱそういうとこ目指したいですよね。まあまあ、 あのそれはさておきになりますけれども、これだからあのかなりパーツ共通できます、共通化できるので、メリット多いんですよね。特にあのサスアームがやっぱり高いんですよ、これ1枚3000円しちゃうんで。それがあの共通されれば、例えばスペアパーツを1台分というか、まあ大体こういうのを折れるとすれば前だと思うので、前をあの1枚ずつ、左右1枚ずつ形違うので持っておけば、まあ、どっちかやらかしたとしてもその場でまずスペアパーツがないっていうことになりにくい、たくさんは持てないじゃないですかやっぱりね。なので、共通のパーツのシャーシを持っておくっていうのは大きなメリットだと思いますので、まあ、これ FWD もガンガンやっていこうかなと思っております。まあ、これはもうこのままスーパー GT、 まあ FF に関してはこんなところかな。でこれで話が終わりじゃないです。で、12があって11がありますけれども、はい、スーパー GT 仕様は今12だったんですけど、これがまあそのストックに変わりますんで、外すメカを移す先がないともったいないというか、来年じゃあ何でスーパー GT に挑戦するのという話になりますが、やっちゃった。いやあのね、正直言うと、だからさっきの話最初に戻るんですけど、これでストックにあのコンバートするっていうのはもう早くから決めてたんですよ。だからあのモーターと ESC はめっちゃ早いタイミングで入手してたんですよ、もう夏にあの予選会が終わった時点でもうあったんですよ。でも、まあ、コンバートをねちょっとするのに時間がかかって、で
これで本戦挑戦しようかってマジで考えたんですよ。チーム横もの本物ね、本物のチーム横もの、絶対的エースと北川さんから太鼓判を押されたまたプレッシャーかかってるシミケンさんねシミケンさんが、これをすごく気に入ってらっしゃって、すごくよく走るよ、これ挑戦するのいいと思うよ、まあ、もちろん彼は多分スーパー GT はサポートドライバーって出られないんですよね、確かね。だから本物のワークスさんはスーパー GT 出られないはずなので、これで参戦というわけにはいかないんですけれども、当然地横なのでこのマシン走らせていろいろデータ取りなどはされてるんですよ。で地元のサーキット等で走らしながらこれのすごくポテンシャルの高さっていうのを痛感されていて、いいよこれすっごい走るよって、でコスパもいいんで、なんせ安い安いです。今 BD11 もめっちゃ安いですけど、それよりもはるかに安いですからね。もう BD12 と比べたら 何台買える、3台買える4台はちょっと無理か、3台買えるぐらいですよね、ぐらいのもので十分走るんですよ。でスーパー GT の本戦行った時にも、まあ、拝見いろんな、ね、方のシャーシーとかちょっとこう見て回ったりしてたんですけど、タミヤの TA で出られてた方もいらっしゃるんですよだから出られるんですよ、うん、予選会の時にね、TA05 をモディファイして挑戦されてた選手もいらっしゃいましたし、だからそういう意味でのシャーシのセレクトの幅っていうのもスーパー GT はいろいろある。言うたら最新鋭のバリバリ、ハイエンドマシーンっていうのも当然 OK ですし、そうじゃなくてバスタブの樹脂シャーシで、挑戦することも可能だっていう、そこら辺もやっぱスーパー GT いい塩梅なんですよね。うん、だからあれだけ盛り上がってるというのはやってて思いました。なのでこれでちょっと挑戦してみようかなと思いまして、まあ、これもね、これも来年の本番を迎えるときに RS1.0 とは限らないですよその時 1.1 とかなんなら 2.0 とかなってるかもわかんないですけども、とりあえず、今後ですね、もう実はマニアリのメンバーはもう来年に向けて練習始めてるんですよこの間私がねストックコンバットのバギーの練習にマニアリ行ったら、もうこの間本宮でガンガンやってた人たちがもう走らしてるんですよ、マニアリですごい、やもう来もうスタートしてるよとか言われたんで大変なことになってるんですけれども、まあ私もね、後でまた遅れを取り戻すための何千本ノックをするために、これをスーパー GT 仕様のメカを積んで走らせていこうかと思いますので、今後またこれの組み立てからいろいろですねセットアップ、シミケンさんもそうですし、他にも使ってる方いらっしゃいますんで、そういったところからいろいろね情報仕入れつつ皆さんと共有してルーキースピードを楽しみながらレースの方でも楽しんでいきたいなというふうに思っておりますので、はい、もうなかなか30分喋らせていただきましたけれども、これ1本でやるのか2本に分けるのかちょっと分かりませんけれども、ま、4台体制ということになります。私の BD シリーズ2024に向けてということになりますが、もう大変ですよ本当に大変、それだけじゃないですからね、バギーもドリフトもやってますからね、横もだけでそれですからね、私は決して横もの人間ではないんです、自称地横、あ、そう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 、こんなステッカーも作ってやっております。これ許可も何も取ってないんですけど、怒られないからいいですよ、自称地横ステッカー、これ欲しいなという方には差し上げますのでお声掛けください、はい、というようなことで、ひとまず今回このあたりとさせていただきます。まだまだこれから、楽しんでいきたいと思っておりますので、はい、一緒にラジコン楽しんでいきましょう。